この笛の調べは亡者を鎮める鎮魂曲。いつでもなおか日本の大名が山手の歌だなお。南幕空水も間に合ってんの。日本の対空能力は化け物か。ユニオン艦は単体で性能の高い艦船が多い。例えばこのサンディエゴは対空お化けと言われるほど対空能力に特化した艦だ。またスイッチのおバカキャラでもあり、公式からもしばしばネタにされていて、初めてウルトラレアへの改造が実施された艦船である。公式から優遇されていることは間違いないと思う。というわけで今回はヘレナについての未確定情報を紹介したいと思う。発端は韓国版のヘレナの衣装欄の不具合から。ヘレナ回についての告知はまだされていないんだけど、レッド改造の枠ができているようです。ヘレナの改造が近いってことか。これは不具合で反映したと思われるけど、改造に向けて裏で進んでいることが想像できるよね。っていうか今のままでも十分強力なヘレナだけど、改造が本当に実施されたら環境がガラッと変わる可能性は大いにあるよね。非公式だけどクリーブランド、ウィチタと並んで三原神と呼ばれるくらいに強力なヘレナ。スキルのレーダー探知では20秒ごとに最大 60% の確率で発動し、敵の受けるダメージを最大 40% 増加させる効果があるよ。支援系のスキルだけど実際に使ってみたら実感できるぐらい分かりやすい効果になっているね。私生活の方ではクリーブランドとは公式にほぼ公認のカップルであり、仲のいい描写もちゃんとあるからね。またニコラスやダフィーといった同じユニオン所属の駆逐艦に随分懐かれているようで、特にラフィーとは寮の同室となっていて毎日一緒に寝ているらしい。羨ましいぞラフィーの方が。われ料理が得意で非常に女の子らしいヒロイン属性の可愛い感性となっています。そんなヘレナは各種建造と通常海域の 5-1、6-1、9-4、12-1 でドロップできるよ。強くて可愛くて入手しやすいヘレナ、改造が来たらさらに重宝されるようになるんだろうな。これ以上強くなる可能性があるなんて、一体どれほどのポテンシャルを秘めているんだ。ちなみに SR 改造だけど、他の SR 改造艦の実績から言うとレベルは85か90で改造可能に、改造図は最もレアな T3 の改造図で最大11枚必要になります。場合によってはこれ以上求められることもあると思うけど、まだヘレナの育成が済んでいない人は今のうちから準備しておこうね。 T3 の設計図も毎日ハードモードに挑戦して貯めておこう。ちなみにヘレナと同様、韓国版ではロングアイランドの衣装が表示される不具合もあった模様。画像は非表示だったようだけど、チェアリーダー姿のスキンが準備されているようだね。長島さんのチアガール姿か。早く見たいけど本気で人を応援できるのかな。幽霊さん、アイビングマーク会を投げているよ。うん、チアガールという名でオタ芸を披露してほしいよね。ということで、おそらく不具合で発覚したヘレナの改造情報とロングアイランドの衣装情報でした。どちらも公式側の情報が待ち遠しいね。というわけで今回はここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。あなたの登録でモチベーションチャンネル登録お願いします。